はい、どうも、こっち今回はまた Life is Strange 2をやっていこうかなと思います。前回は、ちょっと待ってね。前回は、ちょっとごめん、時間空けちゃったんだけど、やからどもと過ごして、で、なんかキャンプファイヤーみたいなことして、なんかそれぞれ辛い思い出を語って、さあ、夜が明けたってところかな。そうそう、出るんじゃないかなと思うんだよな、この街を。ちょっとち、音ちっちゃいのか声が遠い演出かわかんねえ。わかんねえよ。くそ。何？そんな焦ることある？やべそんな、え、なに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 ？みんなでどっか行くみたいなノリじゃなくない？それだったら。それ空港遅れるときのノリだけど大丈夫？なに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 ？怖い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 。会ってね、会ってね。せめて会わせろよ、ショーンを。我が強いんじゃ、お前。あ、仕事に遅れてるからやべえって感じなのか。でもそろそろなんか出発すると思うんだよな。なんか前回のそのキャンプファイヤーでさ、なんか、旅立つみたいな感じ書かれてたんだよな。あ、音がないのか、これは。音がないんだよな。決して俺の耳が聞こえなくなったわけじゃないよな。これ大丈夫だよな。ショーン大丈夫か？全然聞こえないけど大丈夫？これ何かあるんじゃないの？これ。何かある予兆でしょう。絶対。Life is Strange のこと分かってる俺からすると何かある予兆だよ、これ多分。これは、何もなかったな。てっきり自己系かなと思ったのにな。なんもなかったな。あ、でもこのアングルは、あれなんじゃない？いや、いつもの日々だな。いつもの日々過ごしてんな。あれ？今日予想が外れちゃうぞ、ことごとく。あ、でもなんか、あそこでも一応ショーンって指名手配なのか。いやでも、何これ、何この、いつまで無音で行くの？何これ、何これ。試されてるのか、まさか俺の力が。喋る力が、あ、お前今日こっちか。声高いやつ。いや、違うな、これ。ショーンのこと話してんじゃないの？この人が。警察と繋がってんじゃないの？お金あげるから。売り渡す的なさ、そういうことじゃないの？で、仲間が守ってくれるみたいなさ、そういうことじゃないの？ショーン行け！待ってくれよ、みんな！っていうパターンじゃないの？早く行け、ショーン！そんな！っていう感じじゃないの？退屈だね。はい。ねえ、みんな今回の給料は何に使うの？旅行費。貯金。いつも通りだよ。旅費。何それ、ケチくさ。なんかないの？仲間夢にが。酒おごるとか、女買うとかさ。夢があるって言えよ、お女子で。前。ダニエルが聞いてるよ。もう慣れてるっしょ。ずっと一緒にいるんだし。僕はハンバーガーとピザ食べたい。かわいい。あとチョコクリスプを箱ごと、あ箱買いとすんフローの？ズンドリンク。ああ、いいね。女なんかやめて、チョコクリスプ持ってこい。ねえ、ショーン。いや、いい兄貴だな、ほんちょっとと。くらい贅沢したら。死ねえよ、バーカ。夢叶えてからだよ。うるせえ。ないな、一セントも惜しいんだ。当たり前だろ。ノリ悪くて女もいいはわ。まあ、逃げやしねえわな。ああ。ねえ、正気。何のために働いてんの？何が？贅沢が必要ないやつもいるってことさ。ビーチハウス買うのが夢のやつとかね。夢は後からなんだ。夢の先の夢がそれなんだよ。まずは目の前の夢のためのおよ金だし、ろ。次で最後だな。はい。面談？
フィン、キャシリー、ショーン、それからお前。ジェイコブです。かわいそう、まあ、こんだけ個性の塊みたいな集団にまともあれだったよな。おい、ダニエル、子供は入れないんだ、待ってろって。何さ、不公平だ。給料日か。そうだけど、でも目をつけられたら困るんだよ。ダニエル聞けよ、お前。頼むからここで待ってろ。何反抗期迎えてんの。何もすんなよ。いいな。何さ、言わなくても分かってるよ。だといいけど。よし、すぐ戻る。ちょ、なんかきっかけないといかんな、ダニエルにな。ちょっと反抗期が過ぎるわ。なんかきっかけがないと。時間通りだな。では評価をしていこう。いや、俺頑張ったよ前回。ジェイコブ、見た目の割にはよくやった。え、頑張れよ。ありがとうございます。見た目の割、見た目真面目だけどな。そういうことじゃないのかな。まあ、こういう仕事に対してってことかな、真面目なやつが。キャシディはトリミングが遅いな。あ、文句が多いとも聞いている。そうだな。ビッグジョーめ、いいか、成果さえ出せば文句はない。出せないなら、いるだけ無駄だ。しっかりしろ。分かってるよ、ボス。次にショーン。はい、頑張りました。なかなかよくやっているな。ありがとうございます。この調子で頼む。はい。フィン、温室のブツを守ってくれて助かったぞ。これからも頼む。お、いいね。任せてくれ。あ、昇給は、そうせ。さて、お待ちかねの話題だ。はい。来い、このクソガキが。何事だ。離せ、この野郎。何、何、何。動くな。説明しろ。バレてんじゃん、ほら。物色してやがった。そっちか。そっちか。物色なんてしてない。もう黙ってろ。お願いします。もうダニエルやめてくんなよ、本当に。言ったろ。お願いです。子供じゃないですか。迷惑かけんじゃねえよ、ダニエル。メリル、ショーンについてきただけだって。最近は過ぎるわ、ダニエルも。いくらね、いくら俺が愛を注いでたと言えよね。まあ俺がね、ショーンじゃなくてね、俺が。さすがにここ最近のちょっと行動はちょっとムカつくわ、さすがに。いくらなんでもね。お前ら全員に、仕置きしないとな。手始めに。給料なしだ。な、そりゃないでしょ。勘弁してくれよ。しっかり働いたろ。ショーン、お前らはクビだ。え、戻ってきたらビッグジョーに可愛がってもらうからな。勘弁してください。そんなのひどすぎる。気持ちはわかるけど、え、ショーンは働き者だぜ。俺が保証するよ。ちょっとフィーン、黙れ。全員黙れ。笑わせに来んなよ。警告したはずだ。なんそれ、お前のためを。ボケか。だがそれもここまでだ。おい、ジョー、思い知らせ。ダニエルもやめてくんないっすか。離せ。やめてくれ。ちょっと何する気？こんな子供に手出すなんて。関係ねえだろ、仕事なんだ。ビッグジョーやめてよ。あ、これでみんなにバレるのか。おい、誰がやった？答えろ。もうダニエルさ、引っ張んないでくれない？もういいよ。じゃあ、え、押したって。俺落ち着けて。俺押した、押した、押した、押したって。資格判断早すぎるわ、ライフイズストレンジ。ちょっと押した。お前らマジで押した。今までのミスは正直、あーっつって押してなかったよ。今の押した。普通に。俺だって押したもん。だからライフイズストレンジ2になってから判断厳しくなってるよな。ライフイズストレンジの時は結構、なんていうの、時間あったのに。
あ、これでみんなに教えるんだ。まあなんていうか、見ての通りだ。ぶっ飛んでるって言ったろ。夢じゃないよね。もちろん訳ありだとは思ってたけど、よく正気でいられるね。俺も怖い。まあな、正直に言おう。急にこんなことになって変になりそうだよ。制御できてるし大丈夫だよ。その油断がダメだっつってんだろお前。ダニエル、お前あんま調子乗んなよてめえ。この力、遺伝ってことはねえよな。遺伝はねえよ。ショーンもなんかできんのか。なんもないっすよ。いや、ダニエルみたいなことはできない。試しにやってみたけど。え、いつ？その力ってなんで発言したのかな。偶然ではないだろう。まあ、親父さんをきっかけだよな。まあ言おうぜ、こいつらなら別に信頼しようぜ。ショックがきっかけで、わかんないけど。僕も思い出せないよ。気にすんな。ほんと特別って感じだね。まあ力使って約束してほしい。気絶したもんな。誰も話さないって。マジで誰にも言わないって。ほんと？ほんと。え、そう言って先生にツイートすんじゃんお前ら。そう言ってツイートするじゃんお前。おい見たかよっつって、ショーンの弟が能力使えんだぜっつって、ツイートすんなよお前ら。どうだ。どうだろうな、話がでかすぎる。秘密を守れるのか。まあまあまあ確かに守るしかない。ダニエルが心配だから。言っても信じられないそうではあるよね。俺はやるよ。その力が典型だとしたら、彼を導くのが僕らの使命かも。あ、ねえどういう意味。やめてくれ、スピリチュアルな話は関係ねえだろ。いいから誰にも言うな。分かってる、そんなことしないよ。ちょっと怪しくないか。いまだに信じられないよ。頭冷やしたい。いいかな。もちろん、いいよ。今日はいろいろなことがありすぎた。じゃあ、あ、でもそっか、俺らの首は変わんないのか。そっか、そういう意味で。ジェイクの気持ちもわかるよ。ああ、フィン、約束してくれるか。俺押したよフィン、ごめんって。もちろんだよ、おちびちゃんは守らなくちゃ。仲間だからね。四角ボタン押したよフィン。マジで。フィン、ごめんって。押したよ四角ボタン。ああ、おい、何？この農園には大金が眠ってるんだ。え、ちょっとあんた何の話してんの。金庫だ、事務所にあるんだよ。見たんだ。僕も奥にあったよ。開け方知らないのにどうすんの。え、バカ言わないで。子供を巻き込むとかありえないよ。それはよくないよ。チャンスを逃す方がありえねえよ。ここ出れるんだぜ。それでどうすんのさ。こういうとこ悪ガキだよな。自己中だね。どこが。こいつらクビにされたんだぞ、理不尽に。だからって強盗に入るわけ。本気。この子を利用して。そうやな、あいつら銃持ってるって知ってるでしょ。それは、その考えてなかった。じゃあここはね、俺とダニエルだけの問題で終わらせた方がいいと思うんだよ俺は。やっぱ巻き込みたくないもん、みんなを。正直これさ、成功すればそれはまあさ、みんな笑って終われるけどさ、まあ、失敗したらどうなんのって話じゃん。みんな殺されるぜ。冗談抜きで。今のままだったらさ、俺とダニエルがとりあえずまあどっか行けばいいだけじゃん。別に俺らが殺されるわけでもないんだよ。どっか行けばいいだけなんだよ。そりゃこっち優先すれば仲間思いだからさ、やっぱ、過ごした時間やっぱね、あれだから、なんだっけ。わかんないけど。やめてくれ。ちょっと、魔が差したんだ。まあ、一杯飲んで忘れよう。
な。ああ、花から本気にしてねえし。二度とこんなこと言わないでよね。いやー、いいね。しっかり者だね、やっぱお姉さんも。反省するといいんだけど。ありがとう。大丈夫さ。さあ、どうだろうね。奥さん、今日はもう飲むしかないね。君も。まあ、最後の夜だし、タトゥー入れよ。え？めちゃくちゃちっちゃいやつにしてね。銭湯。ねえ、タトゥー入れるの？銭湯入らなくなっちゃうから。すごい、いいな。お前はダメだぞ。銭湯入らなくなっちゃうから。ちょっとちっちゃいやつにしてね。銭湯入れないから。やっぱりあそこに入ったのは良くなかった。急に勝ちでと思った。これでみんなに力のことを知られちまった。だから何、僕の力だ、ショーンのじゃない。そういうことじゃないだろ。分かって。おー、当たるぞお前。おい、ライト、もし誰かがビビって警察を呼んだら何が起こるか分からないだろ。ライト当てるぞ顔に。お前、おい、警察なんて怖くない。止めようと思えば止められる。待て、ダニエル、調子のになって。なんとか。でもいいよね。プエルトロボスにたどり着きさえすれば。プエルトロボスなんてどうでもいい。おい、話そう。やっぱ力を持つとこうなっちゃうっていうのがやっぱ表現してていいよね。その点マックスはいいよな。全然だったもんな、マックス。自分のためには使わなかったから、やっぱこれがやっぱ年齢差だろうな。マックスとダニエルの。話すボタン押したら飲みのに飲み。のこと忘れるな。待ってくれてる。飲むのに消されたわ。座れよ。飲むの。座るよ。最後の夜とお前らの次の冒険に。なんかやっぱ強制的な別れなんだな。やっぱ俺たちは全部そうだもんな。でどうすんだ。まだわかんないな。俺らまたホームレスだし。無所から出た時俺は一人だった。ああ、兄弟は塀の中。未だにな。え、ダチを頼ったけど、しばらくしてもういいって飛び出した。へえ。それが始まり。家族もいねえし、たった一人。探しはしたんだ。新しい親父、新しい兄弟。バカだったな。全部捨てなきゃって分かってた。やり直さねえとって。お前もさ、ほら、やり直してんだ今。次の一歩を踏み出すのさ。お前らが新しい何かを築くためにな。そうだな。そうだな。でも考えることが多すぎて。そうでもねえよ兄貴。直感を信じればいいのさ。捨てんなよポイ捨て。おい、まあなんとかなるって。金は十分持ってるのか。わかんねえ。あとちょっとって言ってたよな。なんか。あのさ、蒸し返して悪いけど、一発逆転したいと思わねえか。てかさ、どうやってメキシコに行くんだ。ヒッチハイク、それとも歩きか。まあ、ちょっと聞いてくれ。問題を解決するには、金を手に入れればいいんだよ。ショーン、俺らならやれるって。ダニエルなら金庫開けるのも楽勝。こういうとこやっぱ悪ガキだよな。やっぱ頼むよ。いい子だけど。メリルは多分いつもみたいに酔いつぶれてる。プエルトロボスまでの旅もその後の暮らしも心配いらなくなる。ダニエルにホームレス生活してほしくないだろうな。いやでもこれむずいよな。でもな、でもさ、ダニエルの力があるから。ダニエルの力ってさ、なんか引力じゃん。金庫関係なくない、はっきり言って。その強引に上げる、あ、まあまあ、あの巨木持ち上げてたからな。
だ金庫爆発して音でバレそうだけどな、どっちにしても。やろうぜ。しくじる心配があったら誘わない。いやでもね、これダニエル能力知らないじゃん。でもお前、お前知らないだろフィン。なあ、たったあれだけの能力を見てよくお前失敗するなら弥生誘わないって言ったな、お前。正直ゲーム的なのするとなんか入力とかミスらない限り多分成功するけど、でも別に全く俺らはお金がないわけじゃない。決してこれがダメな選択でもいい。俺は無理だ。ダメだ、やるわけない。危険すぎる。いやいや、ダニエルがいりゃ危険なんかねえよ。あいつは無敵だ。だろ。しつこいぞ。給料もらえなくてイラつくのはわかるよ。そのことは本当ごめん。ショウ、お前の気持ちはよくわかった。嫌ならいいんだ。お前らを助けたかっただけだからさ。仲間だしね。まあ明日にはお別れだけど寂しいよ。元気でいろよ。ティン大丈夫だよな、お前。ありがとう。最終日でお前。最後に助言をやろう。何？最後の夜はキャシディと過ごせよ。え？さよなら言わなきゃきっと切れるぜ。いいね。ちょっといいんですかフィンさん。ああ、パーティーに戻れ。俺はハイだし涼んでくよ。マジかフィン、しっかりしてくれよ。そんな危険を犯すくらいなら普通に働くって。別に全く金ないわけじゃないからね。言ってもなんかあと少しでプエトロボスに行く金が貯まるみたいな。俺らマジで追い出されるのか。描写あったからな。メキシコまで行くには金が足りないし、一体どうしたらいいってんだ。いやお前キャシディここにいんのかよ。っていうか気持ちはわかるな。遠くまで旅してきた上にしょっちゅう相手にイライラさせられて。あ、話せるな。キャシディ最後に行こうぜ。やっぱりこれは最後でしょ。キャシディが椅子って、椅子って明かりつけるの遅えな。だいぶ遅かったぜ今。椅子って文字見えてたから俺は良かったけど、まっすぐ来れたけどさ。今夜で終わりか。何回目だ。1ヶ月以上落ち着けやしない。うん、でも珍しく最高の1ヶ月だった。いろんなことしてたくさん学んだ。でも初めてだ、家が恋しくないのは。うん、先に進みたい。まあ仲間が欲しかったんだろうな。友達とかさ、やっぱ当たり前だけど、まあ、急に失ったわけだしね。ショーンは家族と友達を。みんなと離れるのは辛いけど、やっぱ開き直ってフィンについていくべきだったかな。バカ野郎。確かにあったよ。確か大金手に入れる未来はきっとある。そのうちわかるか。考えすぎるな。いやでもね、俺はもう大人だ。いや正直言っていい、多分ね、あの今晩、まあ、金庫からうまく取るじゃん。ほいでかしたぞダニエルがっていう未来見えるよ。ただ翌朝にさ、俺らが出ていく間際にさ、なんかフィン殺されるみたいな未来見えない。お前らがやったんだろうっつってさ、あのグラさんが乗り込んできて、グラさんじゃないメガネが乗り込んできてさ、バーンっつって、まずはお前からだ。うちにキャシディと話しとく。おいみんな、おいフィン、おいっていう未来見えない。絶対あるくないそれ。今晩はさハッピーエンだけどさ、翌朝なんかさ、おい金庫から盗まれてたお前らしかいないんだっつってさ、ダニエルがさフィン助けようとしてさ、あフィンがっつって、ダニエル行くぞって未来見えない。普通に絶対あるよな。絶対ハッピーエンドなんないって。元気？
それだわ。ショーンのお出ましだ。これだけやな。飲んで吸いまくれ。俺はいいよ。ありがたいけど、もうベロベロ。おい、どうした？ビビんなよ。大暴れしようぜ。な？お前ら、おら、よって。だろうな。知らんわ。で、調子はどうだ？自己紹介やめろや。次の目的地は、次はどこ向かうんだお前ら。俺は北に行きたいけど、イングリッドは南が行って。ああ。まったく、俺はカナダに行きてえのに。カナダ顔してるわ。カウボーイにしか興味ねえんだ。選べるだけマシさ。やっぱメキシコ向かうのか。怖いだけ。片道切符だ。なんか暖かいのは楽しみだ。温室違うもん。ここの冬は俺に言わせりゃ。夏よ。どこ出身なの？マジかよ。メリルの野郎。明日には出てかなきゃいけないとか。くそ。メリルの野郎。俺のことは嫌い。フィンのことは大好き。お前はクビ。謎だな。どうでもいいよ。どうせ明日には出てくし。俺ならブチ切れるぞ。給料なしなんて。まあそう切れるなって。他んとこ紹介してやるよ。あつこ、お前ら給料もらってんのか。そうしてもらえたらすごく助かるな。オッケー。え、教えてくれんの？いつから飲んだんだ？15歳かな。うん、中学生ってこと？覚えてね。ずっとだ。明日にはみんないなくなっちまうんだ。好きなだけ暴れようぜ。よく言った。乾杯。乾杯って入れてよ、選択肢に。乾杯って言われた後、後で話そう。ちょっとじゃあノリ悪。もう行くよ。俺のビールはやるから。行くのか？だらしねえな。あ、お前の分まで盛り上がってやる。またな。座れば、お前ら。何立ってんの？ちょっと何悲しい顔して。あんな姉さん。あ、みんなか。主役を待ってたのさ。みんなで一つか。あんたのパーティーだから。ビッグジョンがフィンにつけた傷見たよ。ごめんって。あんたら何やらかしたんだい。間に合ったって、資格。いいか、楽しもうよ。やめよ、まあ、いいじゃん。やめやめ、掘り下げんなよ。そんなことより今とにかく盛り上がりたい。ああ、それがいいよ。お姉さん。酒をくれ。それか葉っぱ。何でもいい。よっしゃ、気合入ってんな。姉を。ジェイク聞いたでしょ。お祈り中みたいな顔はやめて。僕はその、ごめん。みんなしばらくいるつもり？多分。あんたらがいなくなったら静かになるな。仕事は増えそう。ま、みんなここに嫌気さしてるし、どうなるやら。でもさ、寂しくなるよ。気に入り始めてたんだけどね、あんたのこと。ちょっと。本当さ。みんなのおかげだ。姉子。じゃあ、後で。じゃあね。ちょっと。フィーは兄貴でこの子は姉子だな。やっぱ名前なんだっけ、ハンナか。これみんな一緒。これもう一回バグる。ダニエル。あ、違うわ。何してんだ？別に、友達と話してるだけ。ああ、そっか。じゃあ俺近くにいるから。いやいや、お父さんかよ。寝なったら呼べよ。別に一人で寝れるけど。お前のせいで、お前髪切れなかったんぞ。お前、分かったよ。お前が一人寝るっつったらやってたよ最初から。あんな、最初はなんかあまりノリ悪いやつだなと思ってたけど、いい姉貴だったな。じゃあ、とっておきのキャッシュで行くわ。よ、楽しんでる？おぉ、真面目くんのお出ましだ。私、もう行く。ちょっといいって。察するね。俺のことは気にしないでくれ。うん、いいの。私ちょっと一人になりたいし。またね。元気出してね。察するね。どうしたんだ？気にしないで。
ガールズトークってやつ。あ、こんにちは。どうも。今声高いやつが俺にビール向けてくれたからちょっと挨拶しちゃった。明日行っちゃうんだね。ああ。ライン交換しよう。メキシコ行くの？ああ、一応な。いいね、目標あって。私もこんなとこいたくないけど、みんなは稼ぎたがるし。フィンは葉っぱ好きだし。俺たち一緒に来る。じゃあ、俺らと一緒に来れば。それ、本気なの？あれ？ちょっと？もちろん。それ、かなり嬉しいかも。あら？でも、私には無理だよ。キャシディ。一箇所にとどまれないたちだからさ。旅しながら生きていきたいんだ。キャシディ。それに、そもそもダニエルは一緒に来てほしくないだろうし。まあ、いいやん。パーティーにふさわしくなかったね。明日でお別れだけど、きっとまた会えるよ。本当？この広い国土で？世界は狭い。本当か？それに、二度あることは三度あるってね。もし会えなくても、お互いの存在がハートに刻まれてる。あら。ああ、だな。でも忘れないために一番なのは、まさかこの距離感、まさかタツ、いや違うか。いい？え、マジかよ。もちろん、ほら仲間入りの儀式的な。痛くないし平気だよ。銭湯入れなくなっちゃう。銭湯入れなくなっちゃう。こればっかしやってやるぜ。ああ、いいぜ、やるか。あんまでかいに入れんなよ。やった。じゃあどのギャングのどこにする？おごめん、仲間系には弱いんだよ。仲間系弱いからこれ、ごめん、これは行かせてもらうわ。やっぱやめと。冗談、いい感じにするからさ。ちょ、思い出にして、俺らの共通の思い出にしてね。で、何掘る？教えて。狼かな。これどうしよっかな。任せてみたいとこもあるよな。何書くんだろうね。それなんかふざける子じゃないと思うんだよ、多分この子。うんことか書かないと思うんだよ、多分。真面目にこの、ショーのイメージにあったの書いてくれると思うんだよ。任せてみる？狼ってのがやっぱその、なんかゲーム的にはいいんだろうけどさ。2匹の狼書いてあげる。え？ 2 匹？ダニエルも一緒よ。っていうのも見えるけどさ、任せてみようぜ。これはやっぱ記念だよ。かっこよくて君を思い出せるもの。あ、ちょっと。どう？もちろん任せて。君を思い出せる。君の初タトゥーだからね。じゃあ腕を置いて。ちょっと長いかもしんね、時間。切り悪いからやっちゃってるわ。ああ。ねえ、動いちゃダメだって。死ぬほど痛え。そんなの当たり前じゃん。ただの落書きじゃないんだよ。怖っ。まあさ、最初だけだから。痛いのは。こんなとこで掘るタトゥーやだ。うん。かわいそうにね。でも、これで忘れないね。結構小さそうじゃない？これがなくても忘れないよ。タトゥーなんかなくったって忘れないよ。ドキ。嘘。人生はじゃじゃ馬だよ。予測なんてできない。結構掘られてる。知ってるでしょ。で、結構掘られてない、すでに。1ヶ月後にはママ見つけたり、エジプト行きの船で働いてたりするかも。結構掘ってないもん。そのうちにさ、ねえ、私らは記憶の片隅に追いやられるんだ。俺のタトゥー入れる？君も俺のタトゥー入れたりする？うん、入れる。あら、忘れたくない。ちょっと君に会えてよかったと思ってるから。マーケットで会った時何かを感じたんだ。そっか、ありがとう。俺も同じだ。そのいい感じじゃない？結構会いたいと思ってたら会えた。うん、運命は信じないけど、時々こういうことってあるよね。うん、結構掘ってない。
ねえ、よし、できた。どうかな。何これ。あ、いけてない。キャンプ地か。ああ、いいね、いけてる。いや、俺はオオカミよりこっちの方が好きだわ。よかった。やっぱ思い出的にはね。これ巻いとくね。え、できたら軟膏買って塗りな。オルナイン軟膏でいいですか。買っとくわ、じゃあ薬局で。さてと、泳ぎたくなってきちゃった。あら、行こうよ。こんな中に危なくないですか、こんなジャングルで。ごめん、ちょっと一旦切るわ、長いし。間抜けに見えなきゃいいけど、なんでみんなタトゥーしてるのか。ちょっとわかった、仲間になれた気がする。うん、やっぱオオカミよりは、なんかオオカミは単純に個人的だもんな、ショーンの。プライベートで掘りな、ショーン、オオカミは。うん。まあ、ここで掘る記念はやっぱこれでしょう。キャンプ地でしょう。まあいいや、ここは終わろうか。キャシリーどうかしてるって。じゃあ、湖で待たせんのはまずいぞ。あ、出した。